れました佐竹正明聖堂会館。谷川さん、この佐竹が、まあ、圧倒的な強さで行ってほしいなという周囲の声もあるんですけれども、やっぱりだけど入場してきて先に満ち溢れてますね。そうでしたね、佐竹選手は、だから今日は本当に怖い佐竹選手というかですね、もうある意味残酷なほど強い佐竹選手が見られるんじゃないかなという気がしますよね。さあ、 K-1 ジャパングランプリ1回戦、佐竹正明、清原定和の対戦です。3分3ラウンド5カウントで行われます。ということは1回倒れちゃったらもう終わりということですね。まあ、この階級は特にそうですしね。飛び込んでいきます。国士会館、国士魂を見せてくれ。本人がどうしても出たいというらしいですね。当初は西選手が、研修会の西選手が出場予定だったんですけども、西選手の怪我のこともありまして、清原選手は選ばれたんですよね。佐竹が出ていきます。左のストレート、おっと、グラッと来ている、グラッと来ている、右のハイキック、決まった、右のハイキック、最初のダウン、すぐに立ち上がりました。ファイブカウントですが、すぐに立ち上がりました。さあ、佐竹、まずは1回目のダウンを奪っております。このロープ効きますよ。ツーノックダウン制ですので、もう一度ダウンしますとその場でおしまいです。右のストレート、二度目のダウン、ノックアウト勝利、佐竹正明、1回戦突破。プレッシャーをかけて清原を追い込んだ佐竹は、清原がバランスを崩したのを見逃さず、ハイキックでダウンを奪う。フィニッシュはローキックからのミニストレートの打ち下ろし。清原は2度目のダウンを喫した。佐竹は全くダメージを受けずに2回戦